ファンファーレは、主に式典などで演奏される、ごく短い、華やかな楽曲である。ファンファーレは、トランペット、フリューゲルホルン、フレンチホルン、バリトン、ユーフォニアム、トロンボーン、チューバサクソフォーン、パーカッションからなる、オランダやベルギーに、典型的な大規模噛んだ楽器アンサンブルを指すことも、ある。ファンファーレという用語は、例えば派手な騒ぎや宣伝、孤児活動、 優勝を祝福する際などを表すときに象徴的に使われることもある。ファンファーレの起源は中世ヨーロッパに遡り、軍隊や狩猟式典の際の合図などが元であった。一般的に古代ローマを描写するとき、式典などの場面でファンファーレを登場させることがあるが、当時存在したという証拠は乏しい。当時、トランペット系の金管楽器は、 現代的な意味での音楽を演奏するのではなく、軍隊の指揮用として、前進、後退などを命ずる通信手段として使用された。18世紀フランスでは、ファンファーレとは、エネルギーのある旋律の繰り返しによる楽章であった。近代的な意味でのファンファーレは19世紀、イギリスでの戴冠式や、その他重要な機械のために作曲されたのが、始まりである。例えば、 エドワード7世のために作曲されたパリーのアイワズグラッドである。ファンファーレ演奏に用いられる楽器は主にトランペットやその他の金管楽器である。打楽器ともに演奏されることもある。なお、公営競技の協定や一部の地方競馬などではシンセサイザーなどの電子楽器によるものが使用されている。公営競技日本の公営競技では 各競争の発想に先立って演奏が行われる。大半はあらかじめテープや MP3 形式などで収録されたものの演奏となるが、中央競馬の一部競争では生演奏が行われる。また、大井競馬場では、トゥインクルレース開催中毎日、ファンファーレトランペットでの生演奏が行われる。野球日本のプロ野球の応援では、選手が打席に入った後に、 通常の応援歌演奏の前に一度だけトランペットで演奏される曲のことをファンファーレという。高校野球でもファンファーレが使用されており、よく知られているものに天理高等学校吹奏楽部の天理ファンファーレがある。リチャード・ボールズが作曲した吹奏楽曲マクシン・カッキー・ジ曲の一部を元にした天理高等学校のオリジナル曲であったが、現在では アフリカンシンフォーニーと並んで高校野球では人気の高い応援曲である。ありがとうございます。